はい、どうも、株式会社ドラフトの田中です。今回ですね、これも多く声をいただいた内容だったので、いただいた声からあの動画を作成させていただきます。テーマとしては、学生の時の営業経験が就活でどうつながったのかっていうお話です。あの、結論からこれも伝えると3つあります。あの、確実に学生の時に営業していることは僕はプラスだと思います。ただあの、中途半端には絶対しないでほしくて、あの、本気でやっているのであれば、その経験は確実にプラスになると思ってて、僕は3つの点で学生の時に営業することがプラスだと思います、こと就活においては。で、まず1つ目としてはですね、自信です。あの、自信がやっぱりない人っていうのは見ててわかります。面接官もプロなんで、もう何百人何千人という学生見てきてるのでわかります。例えばドアコンコンって叩いて失礼しますって言ったこの時の表情、あるいは話してる中での自分の言葉に対する力強さ、あるいは話してる時のこう雰囲気、言葉に対する裏付けというんですかね、自信があるがゆえに出てくる言葉の強さっていうのはあるんですけども、あるいは目の力、やっぱり自信がないとどうしても目が泳ぎます。そういった自分はこれだけの経験をやってきたってものがあるので、必ず自信につながるはずなんですよ。実際僕はキーエンスという会社に入りましたけども、キーエンスの一次面接、当時僕が受けた第一次面接っていうのは、会場にいるセミナーを受けた全員が一次面接に入ることができるんですね。当時確か書類選考とかなかったと思うんですけど、でどういう一次面接があるかっていうと、20秒 PR なんですよ。20秒で自分をプレゼンスするんですね。この20秒で皆さん何を見てると思いますか？あの、いろんな回答あると思うんですけど、僕が思うのはキーエンスという会社の営業職なので、営業マンとして何をやっぱり重視してるか、やっぱり対面影響力、そのパッと見た時の相手に与える影響力だったりとか、でもこの中に自信だったりとか言葉だったりとか話し方とかいろんなものがあるんですけど、その全てをレベルが高いアウトプットができている状態っていうのはやっぱり自分に自信がある状態だと思うんですね。なのでまず営業やってて一つ良かったなと思うのは、自分に対する自信ができます。他の人がやってこなかったことを自分はやってきたんだ、これだけのことをやってきたっていうものがあるので、一つこれは自信。僕も営業やってて他のやつは絶対やってないだろうなと思ってたんで、他の学生にはこれだけは負けないってものを持ってたので、それが自信につながったと思ってます。ただこれは別に営業じゃなくても正直つくと思うんですね。じゃあ2つ目の部分で、これは営業やってたからこそ培えたものだったんですが、営業やっててよかった点の2つ目としてはスキルです。やっぱり面接、限られた時間の中でいかにプレゼンスできるかだと思うんですね。例えばそれには語彙力、あるいはその抽象的説明と具体説明、まあ、その論理性のところ、あるいは面接官の質問に対して的確に咀嚼して理解して、それを正しいアウトプットをするっていう、まあ、一般的なコミュニケーション。でもこのコミュニケーションのこう円滑さというか、相手が聞きたいことに対してちゃんと答えられているか否かってところ、このいわば要点把握能力っていう部分、相手が言ってきた質問に対する意図っていうところと、口頭表現力、いわゆる自分の言葉でそれを分かりやすく伝える、でかつ限られた時間っていうことを理解した上で伝えるっていう、この力っていうのは営業やっててつきました。逆に言うと僕は営業やってなかったらつかなかったと思います。もともと話むちゃくちゃ長いタイプなんですね。で、何伝えたかったか分からなくなるようなタイプだったんですよ。ただ実際僕が学生の時にやってたビジネスっていうのは訪問販売です。ドアピンポンとして出てきてくれたお客さん、長くプレゼンしてると、まあそんな時もあったんですけど、確実にドアガチャッと閉められますし、契約取れないです。ただ、たった5分、10分って限られた商談時間の中で、お客さんに安心していただいたりとか、あ、この子言ってることでこうなんだっていう納得をしていただいて、かつそこから契約を当日中その場で結びつけるっていう、とてつもなく難しいビジネスなんですけども、それをですね、もう何百人何千人って僕はお客さんいたので、何千回やってました。なのでやっぱりそのスキル、もう
訪問販売の営業、あるいは学生の時に僕がやってた営業と全く同じで、限られた時間の中でプレゼンスしきる、で相手に理解してもらって契約までいくぐらいのこう人間性を自分に培えなかった、あのスキルとしてもそうですし、人間性としても培わないといけなかったので、その点やっぱり営業しててよかったなと思うスキルっていう部分で口頭表現力と、要点把握能力っていうのはついたかなと思います。で最後3つ目の部分なんですが、これも営業やっててよかったんですが、実績の部分です。ビジネスとしての実績です。やっぱりサークル活動で何々やってましたとかっていうと、結局学生レベルじゃんっていう風に舐められてしまうことってよくあると思うんですね。ただ実際に僕はビジネスっていう売り上げを作る営業活動っていうのをもう毎日やってました。で実際自分が打った件数が何件で、売上規模としてはどれぐらいなのかっていう指標も僕は語れてました。なので一人のビジネスマンとしてこれだけのアウトプットを持ってますっていう、まあ中途採用、いわゆるもう一回会社サラリーマンやってて、そこから転職する人じゃないですけども、それぐらいのこうなんだろう、自分のスキル、あるいは自分がやってきたことっていうのを定量的に、定性的に頑張りましたとかじゃなくて、定量的に自分がどれだけのことを売上規模として、あるいはその相対評価、まあその他の営業マンと見た時に一般的な相場からどれぐらい突出して自分が活躍できていたのかっていうのを本当に数字を持って話することができました。なのでそういった点からも一種ビジネスマンの学生としてもう評価されているので、他の学生とちょっと違った点で評価されていたと思うんですね。これはあくまで僕の主観ではあるんですけども、そういった点で結論、そのスキル、あるいは自信で、それを裏付ける実績っていうところで、学生の時に営業やってて本当に良かったなと思ってます。なので、まあ、この動画を見ていただいている中で学生の方がいたりとか、あるいは別に学生じゃなくてもいいと思います。僕は本当に20代を代表するビジネスパーソン、とりわけ営業職において、そういった最高のビジネスマンを作っていきたいっていうビジョンがあるので、何かそういうところでこう悩んでいる方とかがいた場合はぜひ相談してください。株式会社ドラフト、いつでも問い合わせページ開いてますので。はい、じゃあ今日もこの動画見ていただいてありがとうございました。またテーマとか要望あればコメントください。よろしくお願いします。